皆さんこんにちは。今回は八重美子を引くべきかどうか、性能のおさらいとかそちらも一緒にやっていく感じになります。ってことで通常攻撃ですね。範囲攻撃となっていて、境界化とか絡めると恩恵感じます。突き詰めると銃撃と通常は使いこなす感じになるけど、まあそこまでする必要性は薄いかなとは思う。銃撃、一応敵がでかいと2ヒットも狙えますが、そこまで使わないのと、実戦だと費用対効果としては被弾可能性が上がるので、理論値や DPS が高いとしても、回避が早すぎると旧式のスタミナだけ消費パターンもあるのでおすすめしづらいですね。消費スタミナも50ですし。元素スキルは、最大で3個出せて、索敵はランダムに1体に命中する。付着自体は敵が単体だと、3ヒットに1回しかしないんですが、まあ、敵が複数だと付着は範囲的に可能という感じですね。索敵は高低差は無視するので、範囲内であれば敵が高所にいても問題ありません。螺旋はともかく、フィールドだと恩恵は感じる場面あるね。螺旋だと高低無視というより遺跡サーペントやウェネトへの索敵が優秀かな。まあ、遺跡ドレイクを撃墜しない前提で考えたらある意味螺旋においても空中索敵も便利なのでしょうか。一応元素スキルは3個繋げるとダメージが上がるんですが、一生懸命三角作るより、密着させて配置すれば、少々適当でも連結しますね。敵があまり動かないとか、単体とかならいいですが、密着させて配置すると、索敵範囲が少し狭くなるので、特に敵が多くて散らばりやすい場合や、索敵範囲を広げたい場合は大きく三角形作ると良いでしょう。ささやかな知識として、バフは後乗せしよう。フィッシュルやシャンリンみたいに、爆発前にバフがあっても、継続終了まで乗る、というわけではなく設置中の八重のステータスに依存。だからスキル後にカズハやシュブルーズで、バフしてもちゃんとバフが後から乗るってことだね。続いて元素爆発、単発ダメージと発動時に破壊したスキル1個につき1回追撃。ですので、最大で4連撃で。スキルの再設置を含めれば、元素爆発、スキル3回、というのが爆発と1セットです。必要エネルギーは90とかなり重く、八重のスキルの融資量だと到底毎週回せないので。ローテーションで言えば、2回に1回は回せるようになっていれば問題ないね。そして元素爆発の強みとして、4連続付着してくれる。これがあるからといって、毎回回す必要性は薄いが、撃てれば瞬間的に大ダメージが狙える。高倍率、4連続超撃化で、大ダメージ。敵の HP 少ない時に撃つともったいないから、螺旋だと一応敵の HP が低い雑魚とかには撃ちたくないね。重大な欠点としては、爆発の4連撃は最策適しません。ですので、敵が上空にいたり動きが激しくて外れると、4連撃ほとんどが外れてしまいます。スキルは高低差無視ですが、爆発は高低差への影響大きいので、一応敵の予備動作とか知っていれば、最低限の対策ができますね。これは今も昔も残念要素の一つだね。一応固有テンプについて。1個目は、爆発撃つと破壊した桜1個につきスキルスタック1回復。まあ、1ヘコ系固有テンプですかね。最初からスキルに入れておけよ系。続いて、熟知に依存して、スキルダメージアップ。超撃化では熟知とダメバフが重要なので、熟知を盛ることによる無駄が完全になくなりました。ちなみに撃化や境界化で使わない限り熟知を盛る意味は皆無なので、シュブルーズ編成で使う場合は熟知は不必要です。一応注意でしょうか。一応探索用のテンプ。テンプ本合成するとき、消費した素材と同じランクの同エリアのテンプ素材をランダムに1個。例えば四分を5個作ると、1個につき 25% の抽選が入って、自由1、四分3がもらえました。別素材からランダムならともかく、同じ素材も抽選に入るので。正直キャラ実装備の付け焼き陣にテンプ本ガチャするくらいで、行く秋のほぼ完全劣化だと個人的には思います。確率が 30% ならまだ差別化できてたけど、ランダムである必要性はほとんどないです。ってことで、八重美子の装備編です。基本的に推奨組み合わせのままの優先度で OK。超撃化や境界化メインなら金メッキを。シュブルーズ編成なら黄金を優先。妥協は2セットずつです。妥協というか、そこまで変わらないキャラなので。サブがめちゃくちゃ強いなら金メッキとかより2セットずつを優先可能です。金メッキの注意点としては、効果の稼働時間に切れ目が一応あるので、8秒に一度ほぼ一瞬ですが、
この部分で、2セットずつとか常時稼働系と少し差が縮まっています。ステータスについては、熟知を100から300ほどの間に収めるようにして、残りは攻撃力を上げておくのがおすすめです。チャージのざっくりした目安です。完全スキル特化にしても強いですが、個人的には2ローテに1度爆発ができる方が便利そうだった。ただ、チャージ 140% が絶妙なラインなので、敵を倒す前提で2ローテに1度爆発になるかな。さすがにチャージ 180% とか爆盛りはおすすめしないけど、チャージにも気を配れていると、瞬間火力を出せるようになるので、それはそれで対応力アップかなって。武器について、モチーフが1位で、激化をするなら2位2000や。ただ、ナヒーダに持たせて、わざわざ八重用に引くのは非推奨。星4だとルローや配布の誓いがおすすめで、無課金だとバンコクですかね。続いて凸について。強いのは2凸、3凸、間凸で。1凸も爆発を2ローテに1度がかなりシキーダウン。4凸は雷バフなので、優秀気味です。さすがに凸効果がかなり強いというイメージ通りちゃんと凸効果強いね。2凸の索敵範囲はかなり広がりますね。もちろんダメージアップもありますが、無凸だと索敵範囲は広いけど、螺旋だと弾に届かないの？って瞬間があるので、嬉しい要素ですね。編成例です。基本は激化、フリーナ鳥海化、シュブルーズの3編成がおすすめ。激化はアルハイゼンやテナリと合わせて、単体を殴りつつ周りに超激化を起こして削ります。螺旋で今注目がかなり高い編成です。続いて、フリーナ入りの鳥海化。一応ベストだとナヒーダ百術ですが、キララ入れたりテナリ入れたりしても結構成り立つので、味変したいならフリーナ入れてみてね。八重は銃撃キャラと比較的相性がいいので、つまり通常を振らないキャラと合わせる新しい選択肢の編成です。実際、鳥海化パワーは相変わらず高いので星5武器なし、無凸星5で激化組むよりダメージは出しやすいです。3編成目はシュブルーズですね。核化起こして、耐性ダウンと攻撃バフ、ダメバフなどで殴る編成。基本は炎と雷がいればいいので、ベネット・シャンリン以外にも、リネとか使うことも可能ですが、中段耐性ケアはお忘れなく。単純に火力高いメンツで固めれば適当にやっててもすごいダメージ出せますね。ということで、激化、鳥海化、核化のおすすめ3編成でした。ここで、フィッシュルとの比較です。基本的に設置時間については、八重の方が少し長いです。八重14秒、フィッシュル最大12秒です。ダメージについてはどっちも高いです。フィッシュルは単体であれば八重より高いダメージも期待できますが、範囲だと八重の方が伸びやすいです。粒子については八重は低い目、フィッシュルは高め。フィッシュルは一応雷以外に対しても嬉しい供給量です。攻撃範囲は、八重が圧倒的に広いですね。索敵範囲も一応ランダムヒットなので攻撃が集中しません。編成については、八重についてはどちらかといえば八重は中心になる側。正確には草アタッカーと八重、って感じで。2枠のコアを先に作ってから編成する感じで。フィッシュルは、基本は添える側です。編成も激化だけにとどまらず結構何でも組むことが可能ですね。そして、無凸八重巫女の強い点と弱い点。強い点は銃撃キャラとの相性や激化の相性。攻撃範囲が広く、範囲的に殴れる。あとは完成次第ですが、バフは後乗せが可能です。逆に、先乗せができないので。個人的にはデメリットに感じますが、価値観や完成次第です。弱い点は、設置キャラにしては出場時間が長いので、被弾しやすい。爆発とスキル3設置の流れは3秒から4秒くらいで、原神のキャラの中では結構長めです。あとはランダム索敵なので、ダメージの分散がランダムです。敵の殲滅である程度運要素が含まれます。最後に、間凸フィッシュルがいれば八重巫女はほぼいなくても困りません。確かに便利ですが、結局フィッシュルも似たようなことができるし、同じような編成が組めるだけでなく、フィッシュルの編成しやすい範囲はかなり広い。ですので、総合力で見れば間凸フィッシュルがいれば無凸八重モチーフなしなら、守備範囲的にも低い意味が薄いです。ということでまとめです。二凸まで八重を引かない限りは、フィッシュルとの差は出づらいですね。終焉フィッシュル、ってしていますが、当局でも似たような感じです。
八重にモチーフを持たせて比較する人はフィッシュルにも限定ガチャ武器も持たせて考えるべきです。まあ、フィッシュルは編成総合力も評価に入れてます。ですので、貫突フィッシュルを今後取る予定がなかったり、正確には貫突フィッシュルまで待てないなら引く感じですね。貫突フィッシュルユーザーは凸なしだとおすすめしません。今回は、八重巫女の評価についてでした。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。